んにちは。オートデスクラーニングパートナースペシャルサポーターのイズです。今年最初のものづくりということで、今回は2021年が牛年ということで、それにちなんで赤べこを作っていきたいと思います。皆さん赤べこってご存知ですか？あの赤い形をした牛で、首のところをちょこっと押すとゆらゆら揺れる玩具なんですけど、これ調べたところ幸運を運ぶ牛と呼ばれていて、お守り代わりだとか縁起物としてよく使われてるらしいです。ということで今回は 3D プリンターと Fusion360 を使って赤べこをモデリングしていきたいと思います。それでは赤べこ作りへどうぞ。スカルプトで形を作っていきます。直方体を選択して、まず赤べこの胴体を作っていきます。手のひらに乗るサイズの赤べこにしていきます。横の長さの面を4面、縦の幅の面を2面にして設定しました。続いて内部ミラーを選択して、対象となる面を選択してミラーにしていきます。ミラーというのはこの対称線を境に片方の面を動かすと、もう一方の面も変化する機能です。続いて赤べこの足を作るために面を再分割していきます。赤べこの足を4つ押し出していきたいんですけど、まだまだ幅が狭いので線を挿入していきます。エッジを挿入を選択して、今ある線を選択します。そうすると緑のラインが出てくるんですけど、これは今ある線を基準にどのぐらい離れたところにエッジを挿入するかっていうのを指定できます。続いて元あった線を消していきます。ダブルクリックして選択してデリートで消去していきました。続いては足を押し出していきます。先ほど作った面を全選択して、で足を押し出していきます。ボルトキーを押しながら下に引っ張ると新しい面ができます。これで基本的な形はできました。フォームツールは基本的にはフォーム編集を使って、あとは形を整えていきます。今胴体の高さが少し高いので、胴体の上部分を選択して、またフォームを編集で少し高さを下げていきます。このような感じでしょうか。重心が少し下にあるぐらいの方が可愛く仕上がると思います。最後に前から見た時にもコロンとした丸みを帯びた形にするために、横の線を選択して少し線の高さを下げていきます。これで完了しました。フォームを終了を選択します。完了したらシェルという機能を選びます。本来コップなどを作る形に使われるんですけど、全体、このモデル全体を選択することによって、指定した厚みを残しながら空洞にすることができました。最後に穴を開けていきます。スケッチを作成を選択をして、胴体の頭部側につながる部分に穴を開けていきます。直径 28mm の円を作りました。この円を押し出して、この胴体をくり抜いていきます。作成、押し出しをして円を押し出します。これで胴体の部分はだいたい完成しました。続いては頭部を作っていきます。またフォームを作成を選択します。円柱を選択して、今度は円柱の直径を 22mm で指定しました。はみ出るぐらいの長さで円柱を伸ばします。
いて赤べこの頭部を作っていきます。直方体を選択して赤べこの大まかな形を作ります。フォームツールなのであまり数値などは気にしなくていいと思います。胴体とのバランスを見て、自分がちょうどいい比率だと思う大きさで作ってみてください。これで大まかな形は完成しました。続いてフォーム編集を使って徐々に赤べこの形に近づけていきます。赤べこは頭部の前方にある鼻が特徴的な部分だと思うので、鼻を意識しながら主に形作っていきます。鼻を作ることを意識しながらモデリングしていくと頭部全体の形が整ってくると思います。続いて耳の部分を折るときをしながら面を上に引っ張ると耳が出来上がります。耳は2段階押し出しました。2段階押したうちの上側の面を絞っていきます。表示モードをブロックで表してくれるモードに変更します。このモードを使うことで、さっきはあまり形が見えてこなかったと思うんですけど、このモードだと形の外形をつかむことができるので、フォームモデリングをするときはこのモードに変更して形を整えていくことが多いです。表示を戻します。あとはフォームの編集を使ってひたすら形を整えていきます。最後に頭部と円柱をつないでいきます。今円柱の面の数とつなぐ部分の面の数が合わないので、挿入点というものを使って面を増やしていきます。これで8つの面に分けました。つなげる面同士の数を合わせることで形を結合しやすくなります。頭部のエッジを選択してフォームを作成、折るときを押して面を作成しながら押し出します。このとき円柱と、頭部の間に隙間ができるようにしてください。ブリッジという機能を選択します。結合したいエッジを2つ選択すると結合されました。あとは形を整えていきます。形は完成しました。今中を見てみると頭部の部分が厚みがない状態なので、厚みをつけていきます。サーフェス厚みのコマンドから厚みを選択します。今回は 1.5 ミリの厚みを採用しました。続いて赤べこに開ける穴を描いていきます。スケッチの円機能を使って穴を作成します。赤べこは最後プリントした後に糸を通して完成させるので、糸を通す時の針が入るような大きさの穴を作っていきます。で、今回は円の直径を 2.5 ミリで指定しました。最後にスケッチを押し出して上下に穴を開けていきます。最後に胴体にも穴を開けていきます。胴体の上面にスケッチ、円形のスケッチを制作して押し出していきます。これで赤べこが完成しました。
まずは頭部に糸を通していきたいと思います。赤い針で糸を通していこうと思うんですけど、爪楊枝の先端に糸をくくって、この長い部分を切って、糸を留める用の道具にしたいと思います。赤べこの糸を下から通していきます。そして上にもう一つここに穴があるので、ここにも通していきます。爪楊枝の部分がしっかりと引っかかるようになっています。そしたら続いて胴体のね、上部の部分に通していきます。これでそーっと首を中に入れていくと、ちょうどいいところでゼルセルポジションが見つかると思います。ちょっと重すぎるかもしれないですね。ちょっと重いので頭部の反対側の部分にちょっと重さ対策としてこのコインをつけていきたいと思います。これでまた重さを見ていきます。今度は少しちょっとコインの方が重くなってしまいましたね。ということで1円玉2枚を貼ってみました。お、今度はバランス結構取れてる感じがしますね。赤べこの首の戻り具合も良さそう。どうですか？結構いいんじゃない？かわいい。 OK。ということで、ここの上の部分をまた留めていきたいと思います。これをまた爪楊枝の先っぽ、ここのギザギザなってるところに紐を留めていきたいと思います。はい、ということで最後ね、この爪楊枝の今ない部分を切って完成しました。赤べこです。私赤べこの中の構造を知らなかったんですけど、今回いろんなね動画とかサイトとか見て、この紐で通すんだっていうのを初めて知りました。いや、結構可愛くできたと思います。はい、ということで今週も見てくださってありがとうございました。なかなかモデリングの時に赤べこを作るのに苦戦してしまったんですけど、 3D プリントで出力した後にですね、糸を通したりだとか、そういう工作要素が入ってくるとアレンジとかもできるので、もっと 3D プリントを使ったものづくりが楽しくなるなと思いました。今年は牛年で縁起物としても使えるので、皆さんぜひ作ってみてください。この動画では 3D プリント、 3D CAD 技術を使った情報を発信しています。チャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた。